崎在住の津軽笛奏者の佐藤文太さんが1月16日サードアルバム津軽の風をリリースしました。2012年にリリースされたセカンドアルバム遥かなる空に向かって以来4年ぶりのニューアルバムとなった今作、1月24日に地元弘前で行われた発売記念ライブにはたくさんの人が訪れ、新曲の演奏に耳を傾けていました。はい、サードアルバムリリースに対するお気持ちを一言お聞かせください。はい、もう32年目になるこの笛生活ですけども、その、全ての集大成を、ここで出したいなと思って私が、できる限り可能な方に、声をおかけして、素晴らしい CD に仕上がったんじゃないかなというふうに思います。以上、弘前経済新聞がお伝えしました。